頑張ったな、二人とも。今日は宿屋に戻って休そうですね。もう閉館時間ですし。今晩中に他の書家もさ、ヨハンさんも今日、って、ヨハンさんが。おお、そういえば。いや、今の悲鳴を。どうした？大丈夫か？はあ？なんか今度は笑ってるぞ。ん？この響き、まるで地面から…あー！まさか、地下の秘密書庫に？この資料は…嘘だ、まさか現存していたなんて。ヨハンさん！やっぱりここに。わー、目が輝いてやがる。本当に好奇心旺盛すぎるやつだぜ。さあ、もう出よう、ヨハン殿。この書庫は立ち入り禁止だそうだ。立ち入り禁止？それはもったいないですよ。宝の山なのに。だからこそですよ。ここの本は訳ありなものばかりで、閲覧には国王様の許可が必要なんです。おかしいな。僕は古代遺跡を巡る民族学者ですよ。ただの厳重な施錠なんて朝飯前です。おいおい、他の民族学者に怒られるぞ。ルリア、どうしたんだ、ぼんやりして。うん、棚の一番上。ふん、ルリアさんの血。よいしょっと。ああ、すみません。ヨハンさん？大発見です。てこの図、記号、挿絵、まさに四大四大元素だと。なんな。はい、少々お時間を。あ、この表記方法は。原初の世界を管理する。白空戦争よりはるか昔、約2000年前でしょうか。星の民による占領時代の出来事です。一定の侵略を完了した星の民は、空の世界を完璧に管理するため自立型の管理機構を作ったそうです。その秘蔵物こそ原初の星小獣たち。元素一つに至るまで完璧に司るもの。私たちの知る星小獣よりはるかに高位の存在のようですね。だが、原初の星小獣。ええ、理由は不明ですが、その大半は白空戦争より以前に痕跡ごと姿を消したみたいです。じゃあその原初の原初獣はもういないってことなのか。原初獣。あ、でも4体は生き残っているかと。4体？あ、4大元素。この思考は現代語なので数十年以内に書かれたものですが、こんな記載がありました。原初の星小獣の中でも、さらに四大元素を司る者たちは皆一様に美しい羽を携えており、四大天使と呼び習わされていた。四大天使は大気に同化する形で今なお全空に普遍的に存在している。